HP-65 を付属のマニュアル、付属ソフトウェアを記録した磁気カード、革製ソフトケース、充電器などとともに、元々のハードケースに格納したス、要請 HP-65 は、磁気カードにプログラムを格納できる、世界初の携帯可能なプログラム可能電卓である。百七十四年に、ヒューレットパッカードが九十五ドルで発売、九本のレジスタがあり、 別に100キーストローク分の命令列を格納できる。次期カードリーダー、ライターを内蔵しており、プログラムのセーブ、ロードが可能。HP 製電卓の多くと同様、逆ポーランド機法を採用しており、作業用スタックは4段である。ウィリアム・ヒューレットの要求仕様は、彼のシャツのポケットに入る電卓というものであった。そのためもあって、先細りの形状をしている。 次期プログラムカードは LED7 セグメントディスプレイの直下にあるスロットに入れる。電卓と同梱されていたプログラムマニュアルは完璧であり、数百のアルゴリズムに関する解説が記述されている。例えば、微分方程式の解放、株価予測、統計などなどである。背の高い台形型のキーを採用しており、その後の HP 製電卓でもその形状のキーがよく使われた。 各キーには、最大4つの機能が対応している。キーの上面に印字されている通常機能に加え、キーの上部のケース表面に、黄色で印字された機能とキーの下側面に、青で印字された機能があり、それぞれ黄色の F、キーと青のグラムキーを押してからキーを押すことで、その機能が選択される。例えば、F の後に4を動かすると、サイン関数。 グラムの後に4を謳歌すると1、x を計算する。一部の数学関数は、黄色の f-1 を直前に押すことで黄色で、印字された関数の逆関数になる。例えば、F、f-1 の後に4を謳歌すると真、真 -1 になる。関数としては、平方根、逆数、三角関数、指数関数、対数、階乗などがある。 当時としては珍しいクライド力数法の底の変換機能を備えていたが、サポートする底は10と8だけだった。また、角度の単位変換や極座標と直行座標の変換なども可能である。HP-65 のキーボードとディスプレイプログラムは逆ポーランド機法を使ってメモリを節約している。したがって、イコールキーがなく、演算子やオペランドをスタックに置くための、 エンターキーがあった。HP-65 のプログラム格納用メモリは6ビットの命令を100個まで格納できる。サブルーチンコール命令や X レジスタと Y レジスタの比較に基づく条件分岐命令などもある。一部の命令は複数回キー操作を必要とするが、一つの命令として格納される。プログラムを表示する場合、行番号は付与せず、 キーコードだけを表示する。磁気カード HP-65 がカードリーダーから読み込んだテストプログラムの結果を表示しているプログラムは7 1ミ、mm、リ9 5ト、mm、ルの磁気カードに格納でき、そのカードをモーター駆動のゴム製ローラーで 6cm 毎秒の速度で送ってリーダーで読み取る。カードの幅の半分だけを記録に使用しているのでカードを反転させると 別のプログラムを格納できる。しかし、残る半分はゴム製ローラーが触れるので摩密が多く、そのような使用法は公式には推奨されなかった。ディスプレイとキーボードの間に位置するスロットに挿入すると、そのカード表面に印字された5つの単語が一番上の5つのキーに対応しており、プログラムのエントリーポイントを選択するショートカットキーとして使うことができる。 磁気カードの左上端を斜めに切り取ると書き換えられないようにすることができる。HP は科学技術計算のプログラム集を販売しており、その磁気カードは書き換えられないようになっていた。また、三角関数や比較命令を実行すると RQ レジスタの内容が壊れるという現象があった。これはマニュアルにも制限として記述されていたので、バグとはみなされていない。 このような制限は初期の電卓にはよく見られ、コストや消費電力やサイズを考慮して最低限のメモリしか搭載していないために発生した。1975年のアポロソユーズテスト計画で HP-65 は宇宙空間に飛び出した世界初のプログラム電卓となった。アポロ誘導コンピュータに問題が発生した場合のバックアップとして持ち込まれたが、 HP-65 の出番はなかった。1976年、スティーブ・ウォズニアックは、Apple i の開発資金を捻出するため、HP-65 を500ドルで売り払った。ありがとうございます。